どうもこんにちは、吉田です。部屋を掃除していたら懐かしい製品を見つけたので紹介します。日本で一番最初に販売された iPhone の iPhone3G です。 iPhone としては2世代目ですが、1世代目と2世代目の違いは 3G 対応しているかどうかだけなので、事実上初代 iPhone と言ってもいいと思います。デザインの特徴としては、現行機種はカクカクしたデザインですが、 iPhone3G は滑らかな曲線を描いたデザインです。ちなみに背面はアルミではなくプラスチック製です。今見ると古めかしいデザインに見えますが、当時はめっちゃおしゃれに見えました。上側はイヤホン端子と電源ボタンと SIM カードスロットがあります。右側は何もありません。下側には懐かしい幅広のコネクターやスピーカーがあります。左側は音量ボタンとマナーボード切り替えスイッチがあります。この切り替えスイッチって今でも採用されてますが、勝手にマナーモードが解除されて恥ずかしい思いを何回もさせられたので、正直やめた方がいいと思います。電源を入れてみます。2008年7月11日に発売された製品で、10年近く前の製品なので電源が入るか心配でしたが、一応動きました。当時はスマホなんて誰も使っていなくて、ほぼ全員がガラケーの時代でした。 iPhone もめっちゃ宣伝されてましたが、実際そんなに使っている人はいなかったと思います。キャリアメールが使えなくて、携帯電話への代替えにはなりえなかったのも売れなかった原因の一つだと思います。僕もガラケーと iPhone の2台持ちをしていました。ちなみにこれは 16GB モデルです。8GB 版もあって、 8GB は実質0円で投げ売り状態だった記憶があります。こんなに喋ってもまだ起動しません。今の iPhone はサクサク動作しますが、 3G はとにかく動作がもっさりしていてイライラさせられました。やっと起動しました。約1分もかかっています。僕は現行の iPhone を触ったことがありませんが、最新の iPhone と似通った画面じゃないでしょうか。Android と違って全てのアプリがホーム画面に表示される方式です。今設定画面を開いているんですが、見てもらえばわかるように設定画面を開くだけで少し待たされます。全体的にワンテンポ遅れるので相当イライラさせられました。一応起動してしまえばそこそこヌルヌル動きます。あと気がついたこととしては、液晶画面の下半分が黄色く変色しています。いわゆる尿液晶です。iOS のバージョンは 4.2.1 で、 iPhone3G 用の最終更新版です。 iPhone3G って iOS4 にアップデートすると激重になる問題がありました。本当に動作が重すぎて全く使えないレベルでした。 iOS4 にはアップデートしてはいけないと言われていたほどです。一応 iOS4.1 で若干改善されたんですが、やっぱり重たくて、僕は iOS4 以降になった時点で iPhone を使うのをやめたくらいです。その結果アンチアップルになりました。二度と iPhone は買わないと誓って、 3G 以降 iPhone を1回も買っていません。とりあえず無線 LAN に接続してみました。 2.4GHz のみで B と G に対応しています。最大 54Mbps です。問題なく接続できました。まずはネットサーフィンを試します。サファリを起動して Yahoo に接続しています。映像は4倍速です。 Yahoo のトップページを表示するのに約1分30秒もかかりました。使っていた当時はさすがにここまで遅くなかったので、ウェブサイト自体が重くなっているみたいです。画像とかも全く表示されないので、最新のウェブ技術に対応していないのかもしれません。 Google 検索も使ってみましたが、いつまで経っても表示されませんでした。 Safari は全く使えません。次にアプリをインストールできるのか試してみます。 App Store にすらアクセスできないんじゃないのかって思っていましたが、一応つながりました。ただ表示まで1分近く待たされます。パズドラが表示されたのでインストールできるのか試してみましたが、予想通り無理でした。モンストも同様です。ツール系の QR コードリーダーも無理です。いろいろ試しましたが、新規にアプリを追加するのは無理そうです。昔インストールしたアプリもサーバーにつながる系は使えませんでした。
例えば Yahoo の天気アプリも起動はしますが情報は更新できません。株価アプリも同様です。 SimCity は動きました。起動にすごく時間はかかりましたが意外にサクサク動いています。カメラの性能も見てみました。使っていた当時はあまりカメラを使った記憶がないのでどの程度の画質なのか気になりました。まず動作が遅いです。起動も遅いしシャッターを押しても反応が遅い気がします。画質は 3.5 インチの小さな画面で見て分かるほどノイズだらけでした。写真の取り出しはパソコンに iPhone を USB 接続するだけでいけます。ドライバーのインストールも不要でした。これが iPhone3G で撮影した写真です。めっちゃ画質が悪いです。部屋の中で撮影しているってのもありますが全体的にノイズが乗っていて色もおかしくなっています。ダイナミックレンジが低いのか明るい場所の色も飛んでしまっています。ちなみに画素数は 1600×1200 の約200万画素です。レンズの明るさは F2.8 みたいです。 iPhone3G にはもはや実用性は皆無ですが一応 iPod 代わりには使えます。 MP3 なら 16GB でも結構たくさんの音楽が入れられると思います。若干動作がもっさりしていますがギリギリ実用範囲内です。問題はパソコンから音楽を転送できるかです。試しにパソコンにつないでみました。最新の iTunes をインストールしてみたんですが普通に認識します。音楽の転送やプレイリストの作成もできました。さすが Apple さんです。まあ今更 iPhone3G を iPod 代わりに使う気もないですけどね。僕は Amazon Music 派です。久しぶりに iPhone3G を使ってみたわけですが動作が遅すぎて実用性はありませんでした。アプリもインストールできません。もう少し使えるかなと思ったんですが完全にゴミですね。まあそれは別にいいんですがちょっと久しぶりに iPhone を触ったら最新の iPhone が欲しくなってきました。僕が今使ってるスマホはファーウェイの Android 端末なんですが液晶がバキバキなんですよね。新しい iPhone が発売されたら買おうかなと一瞬思ったりしましたが冷静に考えると iPhone ってぼったくり価格なのでちょっと手が出ません。何かコスパのいい SIM フリースマホがあれば教えてください。